おはようございます時刻は9時19分になりましたお待たせいたしましたいやお待たせしすぎたかもしれません今日も天神橋筋商店街天六天子森スタジオからコモさん小森康則が長官チェックをお届けしてまいります今日もどうぞお時間の許す限りお付き合いくださいませロシアによりますウクライナへの侵略が始まっております、えー、刻一刻と状況が変わっ っって言って言ますので現在時刻は日本時間の午前9時20分ですが皆さんがご覧になるタイミングあるいはこの長官チェックを生配信している間にも状況が変わってしまってえ何言うてんねんということになるのかもしれませんえその説はどうぞあのお許しくださいませし仕方がございませんのでねえ誰もいないワンマンコントロールでやっておりますので今この段階で何か 大きく物事が動いたとしても、私その主流知る良しがございませんので、申し訳ございませんに。えー、先ほどまで今日は日経新聞を買ってまいりまして、ちょっと奮発をいたしました。えー、日経もやはり、うん、ロシアによるウクライナ侵略っていうのをトップに持ってきてるなと思って、まあ経済のこともありますので、えー、これを買ってまいりました。あと。 そうです皆様に昨日もお知らせいたしました花山温泉、も本当に世の中が平和で温泉入って美味しいものをみんなで一緒に食べていっぱい飲んでできればいいんですけどまん延防止のこともありますがすで、えー、に予約スタートしております花山温泉さんの方にお電話していただきましてえあのどうぞお申し込みください4月の2日、3日土曜、日曜にかけてでございますお1人1万8000円ということになっておりますが。 ああ、美味しい美味しい。今回はクエではなく、マグロを、はい、串本から持ってきていただきまして、その食べ比べをしようということになっておりますので、えー、引き続きどうぞお申し込みくださいませ。いっぱいになったらおしまい。えー、そうですね、当たり前の話ですが、あ立ち見席などはございませんので、えー、どうぞお早めにお申し込みくださいませ。よろしくお願いいたします。さあ、笑ってられたらいいんですけれど、 えー、今日はちょっと、ねうん、真面目にお話をちゃんとしていかないといけません、まあ、毎日真面目にやっておりますけれども、上感チェック、ヘッドラインでお伝えしてまいりますロシアがウクライナに侵略を始めました、東部だけでなく、首都キエフも攻撃されています。 ウクライナで戦争が始まったことを受けて原油市場は急騰しています7年半ぶりに一バレル100ドルを突破する一方ニューヨーク株式市場ダウ平均は一時800ドル以上値を下げています新型コロナウイルス昨日の全国の新規感染者8万364人重症者は15人減って1474人亡くなったことが確認されたのは257人と 厚生労働省のホームページに出ておりました一方その厚生労働省に対策を助言する専門家の有志は昨日濃厚接触者の特定について見直しを提言しました今日から国公立大学の二次試験が始まっていますすでに試験は始まっていると思われます共通テスト 東大会場で刃物を持った高校生が傷害事件を起こしたことから、各会場では警備体制を強めています。経済関係の数字にまつわるニュースです。インターネット広告費が去年。テレビや新聞など、マスコミ四番、四媒体の合計を初めて上回ったことが電通の調べでわかりました。 中国では社会保障費の国の負担を減らすため定年延長が始まるということです韓国の去年の合計特殊出生率は0.81と過去最低を更新しました住宅価格の高騰や重い教育費負担から結婚する人そのものが減っているのも要因です最後はスポーツの 大変紛らわしい見出しの話題です。中日スポーツから。巨人股間直撃で降板相変わらず同じ失敗を何度も桑田コーチ、戸郷投手をピシャリ。見出しで思わず読んでしまいましたが、見出しと内容が大きく異なっておりました。以上。 朝刊チェックヘッドライン二月二十五日でございます。時刻は九時二十五分になっています、えー。ウクライナをロシアが侵略をしております。侵攻と侵略、まあ一般的にウクライナ領内に侵攻と。 えー、ミサイルを飛ばしたりあるいはあ戦車を進めたりというようなことで、えーまあ、非常にまあ微妙な表現の違いではありますが私は、まあ、あえて侵略と言っております。えー、ちょっと部隊を進めて、えー、様子を見るというようなことではなくウクライナという国の今の体制を、まあ、戦争はつまり政治ですから。 あ単なる武力ということではなく何らかの政治的な思惑を実力行使でやるのが戦争ですので,で、えー、ウクライナの今の政権国の在り方というものを転覆しようとしているということそれを実力を持ってということなのであ、まあ、東部の一部だけということではなくキエフも攻撃をしています。他方 面で、えー、軍事作戦が行われているというのは明らかに僕はまあ侵略だというふうに思っております。はい、で、えー、プーチン大統領昨日ちょうど国連で,です、ね、安全保障理事会そのまだあの議長国が持ち回りでロシアの大使が務めていると。 いう中で,です、ね、同じ時間に合わせてくるような形で開、えー、戦宣戦線布告をいたしましたで、えー、もう今皆さんもご案内のように最新の情報は多分今皆さんの方がお持ちだと思います東部だけではなく、はいえー、ベラルーシからもおそらく攻撃が始まっているんだろうと思いますしクリミア半島南部の方から海からも行っていると。 いうような状況ですねこれはまあ刻一刻と変わっていく。えー、方によりますと、もう数時間でキエフを制圧へというような観測記事も、先ほどの段階で出ておりました。これがまあ、本当にどう動くのかは正直私にも分かりません。えー、ただ、もう制空権をウクライナは持っていないというような状況から 考えますとですね、圧倒的な軍事力の差があります。その戦争にウクライナが勝つっていうことは非常に難しい状況であろう。ロシアのプーチンのやりたい放題ということですね。で、まあ、国際社会と岸田さんが言う、いわゆる西側、nato 側を中心とする社会はもちろん猛反発をして。 いますけれども、えー、しかし結局化的に止めようがなかったということですよね。うん。さまざまな交渉が行われました。で、その時その時にもうなんかあのー。 そうですね、宿題をやって変更がこう親に何を言われても「ああやこや今やる今やろうと思ってたんや」とか「必ずやります」とか「いついつまでにやります」とかって言ってんのと同じような感じですね。プーチンが何を言おうがあそれはもう全く信用ならんというのが特にここしばらく1週間2週間の中1か月ほどの中でですね行われていることで。 綿密に計算をされ、まあ、もちろんさまざまなオプションはあるでしょうけれどもその中で計画に基づいて実行されていたと思わざるを得ませんね。でそれに対してその経済制裁をさまざましていこうというようなことではここまでも止まらなかったしさらに踏み込んだ経済制裁をあの西側は打ち出してくるでしょうけれどそれでも ままずまあ止まらないですよね少なくともここ数時間あるいは数日というレベルでロシア軍が計画しているウクライナ政府政権の転覆でただ転覆して傀儡政権を樹立するというのではなくウクライナ人を諦めさせてしまうかつてのようなソビエト連邦の中におけるウクライナの ようにですね、ロシアの属国となることを身に骨身にしみて、えー、実感させるまで今回のことを止めるとは思えないですし、えー、経済制裁それはあの言わなあかんでしょうけれど言ったからといってどうなるもんでもないであろうというふうには思いますね。で、えー、中国は まあもちろん、やった、うん、ロシアさん、プーチンさん、すごいと言ってるわけじゃないですけれど、それは表立っ,、ね、っては言わないですけれど、しかし、カタゾーンで見てますよねそれはロシアの動きというよりも西側の動きを、あるいは北朝鮮も見ていますよね。うん、で まあ今回のことに今、アメリカにも責任があるという言い方をするのはロシアがやっているあまりにもひ,あのひどいことをかばっているように聞こえるかもしれませんけれどそういうことではなくてもちろん非難すべきことなんですけれど岸田さんのように「非難はします」ではなくて「非難するんですけれど」 ああそうういや原稿をちゃんと読むようになってましたですね。ええええええ、僕が言うたからではないでしょうけどさすがにさすがにまずいと周りも思ったんでしょうね避難はしますとフリートークで言わしてしまうのはちゃんと原稿を読んで避難しますと言っておりましたがいやなぜアメリカかっていうとですねまあ結局 NATO もそうなんですけど今回 ウクライナはあ何本もみんなが応援してるでって言っても軍事的には見殺しにされているわけですね。はい、でアメリカはもう行けませんと、まあ、これはもうあの、えー、アフガニスタンからの撤退とかっていうこともそうなんですけどねあの、まあ、不定義はもうありましたしそもそもあれがもうちょっとスムーズにいっていたとしても,もうアメリカは 世界の警察官足りえないというのはもうずっと言ってきていましたし中国との向き合いの中でえ中東であるとかあこのウクライナをはじめとするヨーロッパの方面にですねえその軍事力を使って何かをするっていうようなことはしませんと。と、机のの、上にはその オプションはせせててていいままんと認めしっるわけですね、うん、で NATO についても、まあ、ウクライナはもちろん NATO には入っていないそれが入るか入れへんかというところで、まあ、今回の騒動になったりはしているわけですけれどお NATO も軍を派遣することはないとじゃああれ結局何千人とか何百人とかっていうのを動かしましたとかっていう。 ちょっっと前に言ってましたよねアメリカがウクライナではないけれども周辺の国にアメリカ兵を増やしましたとかっていう彼らは一体何をやってるんですかねといういやドンパチやれ派手にやれということを言ってるんじゃないのが当然賢明な視聴者の皆さんはお分かりかとは思いますけれども結局止めることはできなかったなぜかというとバイデンはアメリカはもうウクライナで何があっても 兵隊は動かしませんと、軍事的な関与はしませんということを堂々と言ったならばということで、ひどいですよ、ひどいことをプーチンはやってますよ、ロシアはやってますよ、止めることができるとしたら、それは周りの国の関係、あるいはスパイ活動とかも含めてですが、ロシアの国、ロシアの国民が、 プーチンを倒すしかもないわけですよねそういう意味で言うと。それしか方法は止める方法はないので、えー、冷血で頭が良くて頭がおかしくて、えー、そして、えー、その力を持っていてその力を持って何でもかんでも思う通りにやっているもう本当におかしなやつですよね。えー、その そのプーチンを倒さない限り、えー、止まらないですよね。でそれを止,、ま、止められるのはおそらくロシアの世論しかしまあその世論も、うん、情報がコントロールされていたりいろいろしていくわけですが、まあ後で。 敗者は何なのかっていうことの話がああこれはまあ日経やなと思って日経今を買ってきてやっぱよかったわと朝日より20円毎日読売よりも30円高かったけど30円の差はあるなと思う記事が後でご紹介しますけれどもね。で結局だからもう行かないって言ったことが今回を生んでいる。まあまあそれで言うと ロシア、ソビエトがあ力を失っていった歴史のある中で、えー、アフガニスタンの侵攻がありそこから出ていってとかっていうような歴史この近代史を見てもですね、えー、いろんなことあるんですが、まあ、結局アメリカが、まあ、それだけのことはもうできなくなった中国との向き合いの中で、えー、そんなあちこちにやることはできませんということをもうある意味白旗を上げたから攻めてきてるというところもあるという意味,意味ですね。 ロシアのやってることを正当化するつもりは全くありませんけれどもなので今回も今の段階で言うともうロシアのしたい放題ですよそらだってウクライナ軍が勝てるはずないんですからそれに対してアメリカも含む NATO は戦争はしませんと言ってるんですからうん喧嘩が始まってるところで学級委員長が学級会開きますって 言ったったてもう喧嘩は止まらないですよねどっちかが気絶するまで病院に送りにされるまでというような状況であると私は思っております、えー、芥川賞の授賞式で昨日ブラックボックスというのを書きました砂川文治さん、はいえー、怒ってました、うんまあ、そういうキャラでもあるんでしょうけれど、えー えー、受賞スピーチで元自衛官、ヘリコプターのパイロットの経験があって、現在は公務員であるという砂川さん、登壇をいたしますと、えーまあ、めっちゃ緊張しているというので、はいえー、アクリル板の向こう側、金屏風の前でですねもうしゃべって大丈夫ですか、めっちゃ緊張しているんですけど、<laughs> しゃっと、海の向こうで戦争が起こってて、 クソみたいな政治家がたくさんいて、そういうものに怒りを感じながら書いたような気がしますし。し、えー、そうじゃない気もします。<laughs> よく聞かれるんですけど、怒ってない気持ちがないわけじゃないですか？という気持ちです。本日は誠にありがとうございます。はい、なん手の挙げ方が爆笑問題の、うん、太田さんのような感じの写真で。まあ、このこれもまあ、この見出しだけ見ると。 あれなんですけど実際スピーチの内容を「えー、文藝春秋」のホームページで見ましたらまああのユーモアというかギャグみたいなことで、えーえー、やってありましたけどもね、うんうん、一方その後スピーチに立ちました直木賞の今村さん正吾さん。 えー、非常に話しづらいですねっそれはまあそうですわねそんな形で、えー、スピーチ前でされたら後出てきた人はやりにくいでしゃあないしかしまああの各国の首脳とかの発言とかよりも一番なんか昨日から今日にかけてのことに対して一番人間っぽく反応してたのがこの「 ー芥川賞の砂川文治さんのような気がしましたあとはそうですね国連安全保障理事会に出てたウクライナの大使が「国境こ,ここへ来るまではロシアにプーチンに戦争を思いとどまらせようにできればと思ってきましたが」って,言って時計を見て「48分前までは」と。で 議長,国議長を務めておりますロシアの,あの国連大使に対しまして、携帯を出しまして、これで見せましょうかって言って、今、我々がここでこんな話をしてるところで、あの海戦やって言って、お前とこの親分、プーチンが言ってるやぞと、うん、見せたろかって言って,言ってた、うん、これも今のこのひどい状況の。 に対する人間のコメントかなと思いましたけれどもね。九時三十九分。で。原油価格上がっています。まあ、戦争が近づくと金の値段が上がったりとか、いろいろありますが。もちろん、その投機的なことも。あるでしょうけれども。日経新聞は一面。原油価格一バレル。百ドル突破。供給源。 警戒ニューヨーク株は急落、一時800ドル下げと出ておりますこの原油1バレル100ドル台というのは7年半ぶりであるとまた、アルミの先物価格は2008年7月の最高値を上回りました小麦の先物価格も9年ぶりの高値をつけているということですね。はい 日本の市場がどうなのかをちょっと今見てみましょうか時刻は9時40分、えー、日経平均ですが9時の取引開始から今20分遅れの数字が見えておりますが日経平均285円93銭値を上げておりますね。はいまあ、昨日戦争を聞いて下げ この辺が経済の分かるようで分かれへんところ、うん、結果だけ見てああやこうや言う人はいるんですけれど <laughs> な,、まあ、ならば変えようという話ですが、えー、で、うん、日本航空はモスクワ便を欠航しています。 キーフへの直行便、日本はありませんけれど、えー、モスクワも、まあ、今、戦争が起こっているわけでは当然、ロシアの国内、えー、モスクワはないんですけれど、何があるか分からへんということで、えー、結構だということですね。えー、っと、全日空は確か、まあ、曜日によって飛ぶ日飛べへん日やってましたけハバロフスク便とかもあったと思うんですけど、これも確か結構だったと思います。日本企業 もちろん戦争に巻き込まれてはいかんということからあー駐在員が撤退したりですねで、まあ、現地で働いている人たちの活動にも影響が出ているというようなことは出ておりました一方昨日もお話ししましたがじゃあその大国の思惑とか日本に関わることはとかっていうことよりも、まあ、何よりも心配されるのがあ現地で暮らす人たち で,すよ、ねええ、でそのまあこれまで比較的まあ落ち着いている様子が伝えられていましたパニックを起こしているというようなことはないということでしたけれどもまあ 昨日から今日にかけてのニュース映像を見てみますと ATM の前に長いい行列ができていた、まあ、しかしまあそ,れはそれも5 0ルとかっていうことだったんで、まあ、長い行列っちゃ長い行列なんですけれど5 0ルぐらいだったら PCR 無料検査のところでも日本でももっと長い行列できてたりしましたからまあまあそう,そういう意味でパニックってるという感じではなかった。 しかし一方で、えー、ロシアから少しでも離れようとする方向の車が渋滞をしていて一方反対車線はほとんど車が走っていないという状況もありましたですね、えー、その辺りを見るとやはり、うん、市民はあ今の状況を恐れて逃げようとしていると。で周辺の国は、まあ、ウクライナからの難民を受け入れる そういう準備を進めているという,ようなニュースもありました。一方、これは、えー、私のまあ独自情報じゃないんですけど、えー、現地に知り合いあるいはあ看板の電話番号をメモしてきてそこへ順番にかけていくという湾岸戦争の頃からの。あのえー 小森海外取材班のですねうん特別な取材のやり方なんですけどえウクライナの時もそれをやりました電話をかけ続けて独立ウクライナへの電話という番組を作ったんですがこちらもですねうんあの私のの独自の やり方でございまして、ええまあ画面まあちょっとまあこういうそのニュースを扱うということなんで本当はまあいかんのかもしれませんが、私が常々使っておりますえアプリの画面だけちょっと見ていただこうかと思います。こちらなんですけどね、ええと世界のラジオがまあ聞けると。 全全部が全部がじゃないんでですすけどこれ今まあ日本ですよねでそこはピューと太平洋を越えてまあいつもハワイの経図というのを聞いてたりするんですがこっちのはアメリカがありますはい大西洋を渡ってアフリカがあってヨーロッパがあってでウクライナこの辺りなんですねでビューっとはい近づけていきます国会がありますはいで これ、ウクライナですね、えー、これドネツクですわ。ねうん、この辺りが。えー、で、えー、っと、キエフは、えー、あ、ここですね、キエフ、はいうん。で、この辺りを見ると、いろんな放送局が。 ああるんですよ。で、えっとまあ、音楽を中心にやってるところが多いので、えー、なんですけど、あの聞いてます。はい。えー、で、何かもしえら、ー、い、えー、こと、まあ,あのもちろん非常事態宣言というか改憲令も出てますし、えー、大統領はそういうふうに言って、で予備役を招集したりということもしているんですけど、このこのラジオを聞いているとまだ。 あの普通に音楽流れてたりしますクラシックの曲はあの中心の曲はクラシックロックのとこはロックとか、うん、で、まあ、私ももちろんあのロシア語もウクライナ語も分かりませんので、えーあのまあ、こうやってラジオを聞いたりっていうようなことをしております。 でまあ、放送の内容あの言葉で喋ってはるやつでなんか電話かズームかなんかで誰かと会話をしているっていう曲もあるんですけど音楽中心のところに関してはあ、まあ、音楽中心の普通のプログラムがどうも流れているようであるということですね。ワワールドドイラジオそういういアプリを でえー、現地の放送を聞いたりりしております、はいえー、いずれにいたしましてもそのプーチンのやっていることロシアによるウクライナへの侵略ということが許されるわけ許されるようなことではないしかし、打つ手は正直言ってない,ないという見方です。 あしたまたあの松井さんとのですね、えー、ほろよい分泌講座じゃない、ほろよいニュース解説あるんですけど、ただまあ、松井さんもウクライナのことについて、何か知ってるはずもないので、えー、あえてその話はもう置いとこうかなというふうに思ったりもしております。はい、あ,とまああとはれですねあの まあ、マスクってみんなしてへんねんなっていうのもあの思ったりはします。いやよさらも、えー、ミサイルが飛んでくる中で逃げていかなあかんときに何がマスクやっちゅう話かもしれませんが意外に普通にマスクしてへんねんなっていうのをちょっと映像を見てて感じたところではございました。時刻は9時48分です。新型コロナウイルス これほんまに3月6日にまん延防止解除されんのかなと思って非常に不安に思っております。ポスターも作って3月7日からのお調味料祭りに備えそして私には昨日3回目の接種券が神戸市から届きましたので早速うーあの予約を入れました。うんまあ、早きり早い方がいいかなと思って 予約取もうちあの経理から総務から人事からやってくれる女性がいましてあの彼女に僕はもう何回も救われてるんですけど彼女言いました「はい、小森さんあの打った後熱出たりすることはあると思うんでえちゃんと後の予定を 考えててっった方がいいいですよっていう実には当たり前のことなんですがもう「やった接種券きたああもうすぐ打とう」と思って「いつやったら行けるかな?」「北浜代わりに空いてるみたいですよ」って言って「坂井筋本町よりも北浜の方が空いてるみたいです」「あほんま」言ってもうてすぐ取ろうと思ったんですがバカですね本当にうんすよ ねえもう例えば、う今日このあとすぐうちに行ったとして熱出てきたら松井さんとのことできなくなりますし他にもいくつかお仕事は決まってますんでさあそらそらそらそやなと思ってえーえーまあ、でも来週打ってくるんですけど厚生労働省の対策を助言する専門家の有志は昨日え濃厚接触者の特定について誰を濃厚接触者とするかということについて今の基準の見直しを提言した えー、書いてるんで,す、ね、でまあその専門で追いかけている記者さんたちはもうそれで意味がわかるんだと思いますんですが私のようなものはですねこれどう見たらいいのかっていうのがこの記事を読んでるだけではちょっとわかんないんですよね。そこを何とかしてほしいんですけど、えーまあ、作者の意図は何ですかという。 大学入試の問題に正解をしてお医者さんになったりもしてはるでしょうからうんオミクロン株の感染が急拡大する中では濃厚接触者を特定して行動制限を求めることに有効性が低下している可能性があると指摘つまり従来のような特定の仕方であなたは濃厚接触者だからしばらく待機してなさいっていうのを しても,もうその間に広まってたりするんであんまりそういう意味ないですよと。で待機させていることが仕事や家庭やさまざまなところに問題を引き起こしますよね。まあ、それはわかるんですよ。それはわかります。だから接触あ待機の期間も短くなっていっていますよね。ええ、当初は14日間でしたが今は7日間に短縮をされております自宅などでの待機について。でじゃあもうそれもなくすんですかどうなんですかっていう話ですよね。 うん、あるいはもうその濃厚接触者とかっていうんじゃなくて、えー、熱最初そうでしたけどその熱37度5分でしたっけとかなんとかっていう基準だけでいきましょうということにするんかどうなのか濃厚接触者の特定は感染の可能性がある人に行動制限を求めることで感染を封じ込める狙いがあります。あそれははかかりりまますすここの文章はわかりますところが 感染スピードの速い変異型のオミクロン株の場合、特定が追いつかず感染の広がりが止められなくなっている。はい、それもわかります。じゃあもう濃厚接触者という概念をもうなくすんですか、どうなんですか。オミクロン株による感染第六波では、医療従事者らが濃厚接触者と認定されて出勤できず、医療体制が逼迫するという事態も生じています。あ、それもわかります。それもわかります。 神奈川県では、医療機関の欠勤者のうち、8割が濃厚接触者の関連だった。はい、あ、そうですか。そら、そうでしょう。はい。で、この提言、特定見直しよって書いてるんですけど。提言は、オミクロン株の特性を踏まえ、適切な対応の転換をしなくてはならないと強調した。 はいあごめんなさいあの、ネットが止まってるわけじゃございません、<laughs> くるくる回ってるわけじゃありません、私の頭の中がくるくる回ってたんですけどここで記事が終わってるんですね、えー、なんとかが大事だっていう総理大臣じゃなく、総理大臣,理大臣、えー、がいつも言ってるような感じですね、なんとかが大事だ、えー、適切な対応の転換をしなくてはならないと強調。 いやそれは別にどんな、どんな変異株が出てきて状況が変われば、えー、適切な対応の転換は必要なわけですから <laughs> 今,今,今、今この段階で何を,し何をしたらいいと提言しているのかという具体的なことが全くわからないんですよ。全くわからないや、これはいや提言が悪いのか記者がアホなのか。 わかんんないんですけど結局何を言おうとしてるのかがさっぱりわからないいやもうだからもうじき濃厚接触者というのがなくなりますよっていう話なんだったらそれに対して我々もあの備えというか心構えもできるんですけどうん何が言いたいのかがさっぱりわからないもう一個何があったのかがさっぱりわからない 記事が出てまして、石川テレビさん、まあこれは石川テレビが悪いのか、えー、JR 西日本金沢支社の発表の仕方が悪いのかそこを聞かない記者が悪いのか、えー、これをそのまま訳わ,わかんないのに載せてしまうデスクが悪いのか昨日の朝のことですこれ全然話違いますがさっぱり意味がわからないんです金沢を出発した北陸新幹線がはいここまで分かりますね 乗客と運賃をめぐるトラブルで本来停車しない駅に止まったため遅れが発生しましたえまた私も止まっております昨日の朝金沢を出発した北陸新幹線が乗客と運賃をめぐるトラブルで本来停車しない駅に止まったため遅れが発生しました 5W1H になっていないいつどこで何が何を 何をどどのようにどうにしたうん24日午前7時40分ごろのの金沢から東京に向かう北陸新幹線の車内で乗客とトラブルがあり乗客とトラブルがあったのは誰ですか乗客と乗客ですか乗客と車掌さんだというふうに思われますが車掌さんと仮定します書いてないんですけどねこれね乗客とトラブル。 乗客と新幹線がトラブったんですか、えー、新幹線車体ですか椅子ですかよくわかんないですねでも結果として22分の遅れが発生しました JR 西日本金沢支社によりますと運賃の支払いについて乗務員が乗客に尋ねたところトラブルになったということですあ、ここでようやく初めて乗務員というのが出てきましたまあ、車掌さんでしょう運転員さんはさすがに出てこないでしょうからね、えー、いや車内販売はないかうん。 まあ車掌さんと仮定ししていきましょうで車掌さんが乗客に尋ねるんですね、運賃の支払いについて、運賃の支払いについて、つまり切符持っていない、あるいは初乗り、あるいは普通乗車券だけ特急券を持ってなかったというようなことが、まあ、オプションとして考えられますよね、しかしここには何も書いてない。 このため、本来停車しないはずの糸魚川駅で停車し、乗客はここで降りたということです。乗客というのはこのトラブった乗客でしょうね。えー、でしょうね、そういうことでしょうね、うん。しかし警察が出てきたとか、逮捕されたとか、そういうことは一切書いてありません。本来停車しないはずの糸魚川駅で停車。列車は7時1分、金沢駅を出発しました、輝き502号。 途中富山、長野、大宮、上野に泊まって午前9時32分に東京駅に到着する最速便でしたがおよそ22分遅れてしまいましたこの遅れでおよそ120人の乗客に影響があったということです、はいまあ、しかし無事についてはいる22分遅れただから払い戻しもありません何が起きたのかがさっぷりわからないですよね。 ええ、もうちょっともうちょっと書いてもらえません <laughs> いやまあまあ,あの他の120人の乗客にはあ災難でしたなっちゅう話なんですけど、ええ、で新幹線に限らず鉄道やっぱりダイヤっていうものがありますからああ、ね、止まってサッとドア開けてポーンと掘り出してパッとドア閉めてサッと行けるかっていうとまあ 他の信号の問題があったりとかいろんなことしますからそれなりに遅れるんでしょうししかも止めるってなる段階で列車指令とどのやり取りとかそういったこともあるでしょうから徐行運転もしたのかもしれませんけれど一体何のトラブルがあったのかがないとさっきの話もそうなんですけど何のことかほんまにさっぱりわからへんのですよ <laughs> 石川テレビさん。これ他も 地元のテレビはやっているのかもしれませんが、はいお願いいたします。以上さっぱりわからんニュース二つでした。九時五十九分。今日から国立大学、国公立大学の二次試験が始まりました。頑張ってください。はい。いらんことする人が出てこないことをお祈りしております。以上です。さて今日は日経新聞です。 日経の中から気になる記事を選びました。まあ、これは多分一般紙でも出てるかと思いますけれど、えーまあ、新雑ラテというふうに言ったりします。新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、しかしまあまあ大きいのはテレビですね。えー、ラジオなんてテレビの10%もありません。はい、新聞雑誌いわゆるマス ゴミと言われたりもしますがマスコミ4倍体と言われるものの広告費おととしに比べると増えましたおめでとうございますよかったですねうん、えー、しかしインターネットの広告費の伸びの方が多くて、えー、もうそのテレビを抜くとかっていうどころかこのもう4倍体全部束になってかかってもインターネットに負けましたという 記事ですすね、はい、19名に出ておりますやっぱり180円高いだけあってページ数も多い、えー、今日はあ一部のやつだけで44ページございますからね全部読もうと思ったら午前中、まるまるかかってしまいます電通が発表しました2021年の日本の広告費に関する調査インターネット広告費は前の年に比べて21%増えております。 2兆7000トンで52億円初めて4倍体の広告費を上回りました4倍体こちらは9%増えておりますよかったですね2兆4538億円しかしインターネット広告費は2兆7000トンで52兆円ということでございますうん 日本の広告費全体は10%増えまして6兆7998億円下半期にかけて企業活動が再開広告宣伝費が増えましたそして東京オリンピックなど大型イベントが開催され広告需要を後押しと,ということから考えますとまあ東京オリンピックがあったからというので、えー、テレビは特需もあったんでしょうまあもちろんネットにもあったとは思いますがもうもっと 違う底力がもう今違いますからね、はいえーまあ、同じようにこのままマスコミが伸びるとは思わないですよね、はいえー、インターネット広告でございます、当長官チェックもインターネット広告によって成り立っております、えー、YouTube からの、はい、収入。 これは弊社株式会社てんこリりの経理上は雑収入となっております、大変申し訳ございません、雑収入、昨日も数字を見ておりましたが、この雑収入というのは、ユーチューブから入ってくるものでございます、そして直接、このように、ちょうちんなどの提供もしていただいております。ネット広告費をどんどんんと皆様 あ、投じてくださいませ。お問い合わせは私に直接お願いいたします。時刻は十時二分。中国で社会保障費の国の負担を減らすため、定年延長が始まっていると。まあ、日本定年六十。僕らが入った頃は五十五でした。で、まあ、今は六十五まで本人がいるって言ったら。残ってもいいですよと。 でもまあ会社としては早うやめてほしいと思われている定年になった人たちがいるでしょう。定年になった人らは「な小児会社行ってるのになんで給料が半分何年3分の1に何年」とブツブツ言いながら「年金のこともあるしなと」と、うん、若い人は「まあもうおっさんははんいい日になったらええのに」ときっと思われている会社が多いんだと思います。まあ、一方でそんななこと関係なく 90過ぎても参考インダストリーさんのようにです、ねはい、こちらはいこちん左下にございます11針もいただきましたここは総務の、はい、おばあちゃんすごいですよもうね90過ぎてもギネスブックに載ってますがそういう会社もあったりするんですけれど、えーまあ、もうそもそも定年なんて関係ないというあの社会もありますんでね、えー、なんですが中国 中国はどうなのかというと、A、定年があります、はい、ありまして、これもまあ本当にね、どこがそのスタンダードなのかって本当によくわかんないですけどね、うん、中国の場合、今、定年は、えー、原則として、はい、政府の法律で。 男性が60歳、女性の幹部ならば55歳、女性従業員は50歳なんだそうです。はい博学被災の私、誠に申し訳ございません、知りませんでした、中国では男性の定年は60歳、女性の幹部ならば55まで働いていい、そうでないなら50歳。 そうですか、はあ。となると女性アナウンサーもみんな、はあ、もう50歳で定年ですか、まあ、幹部ならば、はあえー、55までですか。はあ、で、えー、最短で1年働き手を増やして社会保障負担を抑えるのが狙いしかし市民からは年金の受け取り開始が遅れるだけだと反発も多いということですね。うん まずは江蘇省でやってみる、うん、上海市に隣接古くから製造業などが発達した地域で中国全体の人口の6%を占めているというところから、まあ、実験的にやってみようということですねでえー、韓国の 去年の合計特殊出生率というのも出ております時刻は10時6分0.81前の年の0.84からさらに悪化いたしました韓国統計庁が発表をしております合計特殊出生率というのは一人の女性が生涯に産む子どもの数ということですですからカップルがあって と、えー、いうことからするとですね、まあ、2を超えていないと人口は増えないということですよね、その移民のことなんかを別にしますと。うんえー、日本、かつて1.4代だった記憶があったんですが、最新のものを見ていますと、日本は今、1.34です。1人の女性が一生涯に1.34人平均で子どもを産む。 うんまあ生まれてすぐ亡くなってしまう子どももあったりするんでそのまま全員が成人になって次の世代をまた産んでいくというわけにはならないわけですねだからさっきも言ったように人口が減らないということで考えると身を上回る合計特殊出生率が必要なわけですけれど日本でも低いなと思っていたんですが韓国はもっと低い一人の女性が一人産まない。えー 0.81住宅価格の急騰や重い教育費負担などで出産をためられる人が増えているでそもそもその婚姻の数そのものが減っている、うんえー、あるいは婚姻年齢が上がっている、まあ、これはまあ日本にも共通する課題であろうかというふうに思いますけれどで、まあ、ここまでそのさまざまな 違った事例でお話をしてきたんですがぐんとここで話を戻します日経新聞を今日読んでああそうかそういう視点もあるなと多分一般紙ではないなという文章をここからご紹介します時刻は10時8分ですインフレと 今回のののウクライナの戦争ロシアによる侵略のお話さまざまな記事が今日その日経だけでなくウクライナ関連で出ていると思います、国際政治学者とか軍事アナリストとかそういった人の話も出ているでしょう。うん、でも 僕もちゃんとようわからへんのですけどあなるほどなと思ったんですね。で経済部長高橋哲さんっていう哲司さんという方が哲司さんかじさんか分かりませんが歴史の詩、うんえー、ウクライナ情勢が緊迫の度を増す中でというこの書き出しはおそらく昨日のその海戦は まだあの段階で用意されてた原稿ではないかなと思うんですけれどレーニンの予言インフレが敗者を決めるえ、虫歯ではありませんルーズルーザーはい、負けるものを決めるという記事です読んでいきますおよそ100年前ロシア革命を指導したレーニンが語った言葉資本主義を破壊する最善の方法は 通貨を堕落させるることであるレイニンが言いました資本主義を破壊する最善の方法は通貨を堕落させることであるイギリスの経済学者ケインズがこのレーニンの言葉を世に広めました、えー、これは全く正しいことであると社会の 基盤をを覆すには通貨を堕落させることほど巧妙で確かな方法はないインフレーションと題したケインズの1919 19年の論文でこのレーニンのインフレですね、つまり、通貨を堕落させるっていうことが社会基盤、社会制度そのものをもう変えてしまうことなんだと。 いうことですね、お金の価値が下がり物の値段が上がるインフレですまあその、まあ、日本の日銀が2%ぐらいのことをターゲットにして物の値段が上がっていくようにしましょうあるいは、まあ、最近は結構あの材料が上がっていったりしているんで物の値段が上がったりあるいは実質値上げというので量を減らしたりというようなことは。 起きてますがいわゆるもうハイパーインフレのようなことには今日本はなっていないデフレ経済がまあ続いているとも言えるわけですけれどレーニンは資本主義というレーニンたちの社会にとっての敵がインフレの泥沼にはまれば自分たちは勝つのだとつまりレーニン主義その共産主義の方が勝つのは自由主義資本主義でやっている国々がインフレになれば そのインフレに耐えられずに社会が壊れていくんだと、つまりわれわれの勝利になるんだということをまあレニーニンは言っているわけですけれど。あちゃんと侵攻したって書いてますね、うんまあ、ここだけ書き換えたんかな、うん、ウクライナに侵攻した、私はまあ侵略と言っておりますが、ロシアのプーチン大統領はレニーニンになろうとしているのであろうか。 ロシアに対する制裁に踏み出したアメリカやヨーロッパ日本への対抗策としてヨーロッパ向けのガス供給を止める構えを見せているつまりそうなるとエネルギー価格を押し上げます世界にインフレの種を,種をばらまきます寒い思いをするヨーロッパの人たちだけが困るのではなくヨーロッパの経済が疲弊していきますとそこで物の値段が上がったり世界経済にも影響が当然及ぼされます。 アメリカはそれを阻もうとヨーロッパへのガス供給拡大に動いております中東カタールに LNG のヨーロッパ向けの輸出を増やすように要請日本にもまあビビたる量ではありましたが余った LNG を融通するよう求め日本はそれに応えていますアメリカ自身2022年 LNG の生産能力を大幅に引き上げると言っておりますそのアメリカ今 歴史的なインフレ局面ににありますす国民の不満は限界に近いで LNG の供給を増やして世界的な物価上昇の圧力を和らげるのはウクライナのためだけではないヨーロッパのためだけでもないそうバイデンさんが国内で中間選挙も近い中自分の政権を守るためにやっていることでもある一方中国 インフレを最も恐れているのは中国共産党かもしれないと日経経済部長は書いておりますうん。こういう視点からの現在の世界の読み方っていうのはなかなか他のと新聞ではないですもんね1989年6月天安門事件が起きました民主化を求める学生たちを弾圧しましたそのことは中国ではないことにされていますが あの頃年率20%に迫るインフレに人々の怒りが爆発したそれがきっかけである民主主義自由うんそれも大事しかし人々の怒り生活苦インフレバンバン物の値段が上がっていく通貨の価値が下がっていく一党支配が崩れる瀬戸際まで追い込まれただけにインフレの目が少しでも顔を覗かせるとあらゆる手を尽くしてそれを目を摘み取ろうとする なるほどインフレになれなれと、うん、政治家も日銀も言っている国では考えられませんが、えー、中国の価格卸売物価指数エネルギー価格の高騰背景に前の年より8.1%上昇という26年ぶりの高い伸びになっている習近平、習近平国家主席インフレへの警戒を強めているはずであると。 確かに今回の侵略の前にプーチンさんがあ中国へやってきました北京オリンピックの開会式に行きましたその時ロシアから中国へのガス供給を増やす約束を取り付けておりますこれはヨーロッパに売れなくなる分それでロシア経済が影響を受ける分を中国に回すというロシアの思惑もありますし一方で絶対戦争が起きれば エネルギー価格も上がりますそれは各方面に影響していくんですけれど中国としては中国の物価が上がることを抑えるためにロシアからの安定的なエネルギー供給が見込めるというのは中国のメリットでもある。うんなるほどさあ日本はどうでしょうかエネルギー価格の高騰や円安を背景に身近な商品の値上げが相次いでおります。このままいきまきすと、えー ガソリリン多分1リットル25円の,その特例の税金を下げたところでこれ200円だったとしたら、まあ、消費税がそこに乗ってはきますけれどお、ね、175円に単純にいやなるわけですからそんなに下がるというようなことではない、えー、今のところに何とか戻るぐらいじゃないですか。うん あとなんか県別のガソリンの値段で見てたら鹿児島が180円で一番高かったんですよね、離島があるからかな。だって、木入れとか国家備蓄やってる基地がある県が最もガソリンの交流平均価格高いって言われたら鹿児島の人、怒らないかなと思うんですけど、ちょっとそれは話がそれましたが。総理 ウクライナ情勢の緊迫で今後さらに原油価格が上昇し続けたとしても国民生活や企業活動への影響を最小限に抑えると語りましたがまあこれはもうこんなこメッセージはありますがメッセージの最後のところレーニンの予言が正しければつまり資本主義を破壊する最善の方法はインフレ通貨を堕落させることであるということが正しければ世界で生き残れるのは インフレを制したものだけである冒頭軍事力の問題とか国際政治の問題とかっていう観点でまあよくあるテレビで言っている解説とほぼまあ似たようなことしか僕も言いませんでしたがえちょっと違う観点まあこれも日経の受け売りですけれどここ数日の動きというだけではなく今回のウクライナでの戦争侵略 それが、まあ、おそらく数年場合によっては数十年にわたっていろんな影響を及ぼすんだと思いますけれど生き残れるのはインフレを制したものだけであるアメリカヨーロッパ中国ロシア対立もう今、ね、決定的になっている中でこの経済インフレそれをもろに影響を受ける 市民たち、国民たちという中でのものの見方っていうのはちょっと面白いなというふうに思いました。時刻は十時十八分です。スポーツの話題を一つだけちょっとホッとするというか、はい。えー、キャンプではね。 えー、阪神の矢野監督が数日前に胴、えー、上げされたりしておりまして、えー、横演習みたいなのお天気な記事も出ておりましたが、戸、え、郷、ー、投手、ジャイアンツです、21歳、先発開幕投手候補であるのですが、桑田ピッチングコーチにぴしゃりと怒られた、その見出しです。中日スポーツ 1> 1巨人、股間直撃で緊急降板相変わらず同じ失敗を何度もどういうことかなと思って、えー、マウンド投げた後ボールが左手前に転がっておりますうずくまって顔が見えないのがちょうど落語家が一石終わって頭を下げているような感じ正座するような形でうずくまっております。左グラブは 地面についいてておりますす右手を押さえているのは股間です6回2アウトランナー1・2塁楽天和田の打球が股間付近を直撃し痛がる巨人戸郷投手相変わらず同じ失敗を何度もいやこの <laughs>、えー、ちゃんと投げられへんかったっていうことなんです。は,い戸郷は 3分の2イニングを4失点制球が定まらず2つのフォアボールを出しヒットを5本打たれました4点取られてそして和田のピッチャーライナーが股間を直撃記録は内野安打1回持たずにマウンドを降りた制球の悪さが出たのが相変わらず同じ失敗を何度もという言葉の意味ではい桑田ピッチングコーチが怒ったということなんですが。 股間直撃で緊急降板相変わらず同じ失敗を何度もってそのまま書かれたらどない,どないしてピッチャーライナーで股間直撃したものをいやそらうまくグラブでさばいて落とせよっていうトランで名からとりあえず叩き落とせよと、うん、急所を直撃しないようにしなさいっていうのはわお分かりますけどその話かなと思ったら、ええ、全然違ったということでございます。はい えー、原監督、はい、一番心配している2人が、まあ、なかなか、うん、ブルペン通りだ、ピッチングだねと、あの内容だとちょっと苦しい、桑田ピッチングコーチ、ジャイアンツのローテーションを任せられる内容ではないというのは投球内容であって、はい、股間を直撃されたことではないということでございました。 まあ今日は本当にあの世界で大きな戦争が始まってしまったということで、もうそういう話ばっかりちゃんとしようかなとも思ったんですが、あまりの空気に私耐えかねてこのニュースを選んでしまいました。大変申し訳ございませんでした。時刻は十時二十二分です。さて、今日も長くなっておりますが。 あうん、ここでの今日お話ししたいなと思うことは今日お話しし,し,しとかないとまたし,とこまたしようと思って、うん、飲みに行くのもそうなんですけどまた行こうなって言ってまた行かんままになることが多いんでね、えーえー、ファミリーヒストリーもま,また考えとくわっていう人はもう結局作らずに亡くなっていってしまうんでもうほんまにもういつ作るの今でしょうって思うんですけど、えー、今日の話は今日のうちにしておきます。2つ 先日丸亀製麺の悪口を言いました10時23分はいおいや美味しく丸亀製麺を食べている人には大変嫌、えー、な話で恐縮でございましたが、うんうん、丸亀製麺は丸亀で創業したわけではないというお話、うんまあ、イメージ戦略ですなという話なんですけどえっと日本の DX 化 まあ今正直会社行って DX って言ったらえ社長はお金出しはります、うん、賢い経営者もお金出しますけどアホな人も DX って言ったらお金出してくれたりします、はい、そのぐらいここ、まあ、数年というか DXDX デジタルかデジタルかデジタルかっていう話ですで そうなんですがしかし日本は思うほど DX が進んでいないという話もありまして、えー、っとこれはブランドン・片山ヒルさんという方の書いている記事をご紹介するんですけどサンフランシスコにある丸亀製麺の話が出ております。はい コロナの期間閉店をしておりましたが営業を再開し地元の人たちにも大人気と行列ができていますそんな記事が出ていました「めっちゃ人多いな」と「いやお客さんも多いんですけど従業員の数も多いのだ」 ということです皆さん丸亀製麺に行かれたことはございますでしょうか、まあ、他の似たような業態のお店ございますが入り口入って縦に長くてまあ回ってるとこもありますけど縦に長いカウンターがありまして、えー、社員食堂カフェテリアのような形で、えー、まずお盆を持ちましてそれを置いてで、えー、うどん何にしますかって。 いうの先やっやたかな、うん、で賭けやったら賭け、えー、ぶっかけやったらぶっかけあったかいの冷たいのってことを言いましてであと自分でいろんなものをお,お皿に揚げ物なんかを取っていってあるいはうんいなり寿司なんかも取っていってで最終的にうどんも出てきてでお支払いをしてで自分の席へを探して でそこで食べるっていう、まあ、そういうやり方ですよね、A、従業員がめっちゃいるんだそうですサンフランシスコの丸亀製麺列に並んでいるお客さんと同じぐらいですでその従業員が何をしているのかというとアメリカの場合一人の従業員は一つのことしかしないということですオーダー内容に対して質問を 従業員にしますと「すいませんあの私つけ汁の担当ではないので分かりません」あ「トッピングに関しては隣の人に聞いてください」あ「私あの天ぷら作るだけの役割ですから」といった答えが返ってきますしかしこれは丸亀製麺のサンフランシスコ店のサービスが悪いのではなくアメリカのレストランだとこれはもう日常茶飯事、はい、日常茶飯事そうです。 この人を調べました。いっぱいのうどんを出すのに何人の従業員がいるのかと。それぞれの工程はきっちりと分業されております。担当者が決まっております。まず、オーダーを取る人。麺を準備する人。麺をゆでる人。ゆでた麺を渡す人。麺を冷やす人。麺をお椀に入れる人。お椀に汁を入れる人。お椀にトッピングをのせる人。 お椀をお客さんに渡す人、天ぷらを揚げる人、揚げた天ぷらを並べる人、そして会計をする人、はい、えー、ベースボールの9人を超えておりますね、えー、フットボール、サッカーの11人を超えております、今数えました、12人、えー一つの、一つの丸亀製麺のうどんがお客様に会計をして渡されるまでに12人。 です、うん、すごいですね他にもテーブル片付ける人もいるでしょう。でねマネージャーもいるでしょう。相当の人間がいないとできない。これだけ従業員がいるということはですよ。ね、うどん県で家庭でやっててで、自分のところで麺作ってて、おろしもしててで、よかったら食べてくださいって言うて、もう本当に200円せえへんような。 お布団屋さんがあり家族が何でもやっているというところから考えますとこれだけ従業員がいるということはコストがかかってまいります当然値段も高くなりますはいえー、見ましたら、うん、1つやっぱり8ドルとかしてますよねええー、そのトッピングなしでもうんということはもうやっぱり1000円ぐらいするっていうことですね ちなみに、ここのアルバイト、時給が安いから業者を並べときゃいえばということではありません。アメリカです。はい。アルバイトの時給は2000円ちょっとしております。でも、これは最低賃金に近いそうです。日本では1000円の工房が言われておりますが、その倍、まあ、為替の問題はありますけれどもね。それで最低賃金に近い。働いている方からすると、 こんな安い金額でそんなもん2つも3つもなんでやってられるかと言われたことだけやっとったらええねんっていうぐらいの感覚なんだそうです、うん、アメリカでは飲食店のバイトに複雑なオペレーションを任せることはまれであるそう彼らはチームプレーが苦手ですそして誰かのできへんところをかばってあげようなんて考え方そも,そもがありません、うん なるほどねつまりシングルタスク一人の人には一つのことしか任せられないというアメリカゆえに業産人数がいるなのでこれをロボット化したあるいは DX デジタルトランスフォーメーション、A A、人工知能などというようなことで,です、ね、あの効率化すると非常に高い人件費を 大人数かけてやらなくて済むので、設備投資が必要であったとしても、そんなもんあっという間に元が取れる。だから DX 化が進む。しかし、しかし日本はどうでしょうか。決して時給が高くありません。このあたりでもまだ900円台のところがあるかもしれない。コンビニのバイトであったとしても、レジはもちろん棚ろし、棚卸、し各種支払い、宅配便の手配、簡単な調理、清掃など、もう、 一人のバイトはどれだけのことをやっているでしょうかつまりマルチタスクができる日本においては DX 化はなかなか進まないだって一人安い最低賃金で雇ってたらそれでできますやんとなるほどジャパンアズナンバーワンうんこんなところで自信を持てるとも言えますし だから進まないとも言えますし面白い視点ですねなるほどねアナログで十分やアナログが優秀すぎるそううん電波をあの受けなくても GPS がなくてももう手巻きでちゃんと正しい時をねええ 告げてくれる腕時計を持っているならわざわざデジタルにする必要がないじゃないかというなるほどねうん。そんな中さらに便利になります時刻は10時31分これも日経新聞に出ておりまして今日のネタは今日のうちにお話ししときたいと思いまして日経新聞19面でございますうん なるほどコンビニエンスはいねえー、ローソン開いてますあなたのローソンですよねええー、そうなんですよ開いてたらよかったんですよね,ねちっちゃくても元気ですファミリーマートそうファミリーマートはそうでしたねえセブンイレブンいい気分、うんうん、いろいろありますがローソンは便利 の便利さをこっっちに持ってくるローソンまあセブンイレブンにはだいぶ水をあけられてますからねこちらパン10分以内で宅配そうです今まあウーバーなんかでローソンから物を運んでもらうっていう人が出てるっていうのはここ数年の話でございましたローソンはネットスーパーのスタートアップ鬼号と アライアンスを組みまして、注文を受けてから原則10分以内に商品を届けるサービスを今月中にも始める、もう早いです、今月中って言っても,も今日25日ですから、28日までしかありません。イオンも1万品目を最短30分で届けます、30分。ああ、そうですね、ピザの宅配が30分、それすぎると値段安くなるみたいなことがありましたが、もう10分ですって。宅配には これまで数時間から半日ほどかかることが多くありましたしかし在宅が定着することによるネットスーパーの普及に伴いまして企業の競争の軸が品揃えや値段から配達スピードへと移ってきているということなんですね、えー、ちゃんとこう計算をしないといけませんどれぐらいの人件費でどれぐらいのコストをかけてランニングコストがどうでうん 店舗の半径2キロ圏内に届けるんだそうです東京・中野区の店舗で初めて3年後には100店舗に広げるという計画注文は午前8時から午後11時までの受付まあ全くのど深夜、やどそうは無理ですけれどそれなりに便利ですよね、うん、当初は野菜や生肉日用品など700品目から1,000品目を取り扱いまして売れ行きを見て拡大を検討 別途配達料300円がかかります商品価格も店頭よりも高く設定をする、まあ、そもそもコンビニでものを買うということは同じものをスーパーで買うのと比べて、まあ、そうですね1500円ぐらい買い物をしたとしたら500円ぐらい違いますね半岐オアシスへ行ったら半岐オアシスもまあ決してまあその安売りの電動みたいなことはないですが そこで1500円で買えるものが隣のファミマ行ったら2000円超えるっていうそんな感覚ですよねそれでも高いんですがさらにベッド配達料とでコンビニの店頭価格よりも高く設定例えば野菜炒め用のカット野菜店頭では108円のものがえこの宅配のやつやと宅配料が300円ベッドかかるのと 加えまして150円。になる150円高い。じゃあ高いですね。うん。いや、キャベツともやしと別々にこうて、玉ねぎとこうて、切りゃあええやないか。いやいや、もう,もう,もう便利ですから、1食分、それでそのまま、うん。108円なのか、150円なのか、いいじゃないか。その感覚もわからないではないですよね。で、 プラス300円はかかるけどこれはもうはまあ今ウーバーなんかで買うてるとだいたいまあこんなもんのはずですからね僕は利用しないですけどうんなるほどねえ1日1店舗あたり20件の注文を見込むということですね単純に言うて300円る2 0で言うと 6,000円にしかならないですから人、えー、一人貼り付けとくことにはならないんですけど、まあ、しかし108円のものが150円で売れてでせっかくやから持ってきてもらうんやったら1回300円なんやったらあれもこれもということなんでしょうね。なるほどねそこまでしてしかし10分で配達してほしいかうんそうやなあ。うん ま便だから本当にあのなんかますます日本における貧富の差というか、まあ、変な話家でもできるわっていう仕事をパソコンでやって1,000万1,500万の年収を2,000万の年収を持ってはる人らにとってタワーマンションに住んでしかもまあこれがダブルインカムワンツーキッズぐらいの人らであればですね タワマンに住んででほとんど会社へは週に一回行くか行かへんかで、まあ、副業というか株の投資なんかもしてっていうようなことでしかもハワイ行こうもてもハワイも行かれへんしっていう人らにとっては全然苦にならないサービスですよねでそしてそうやって仕事をしてどんどんまた転職もして、えー、待遇が上がっていく一方でまあウーバーがそうであるように 仕事の自由化みたいなことで語られる部分はあるんですけれど他に仕事がなくて仕方なくやっててしかも従業員ではなく事故が起きた時なんかは自分の責任ですって言われて働く人たちそういう人たちはですね一回運んで何百円かのものをもらっている人が家帰って「よっしゃ今日はもう」 もう自転車乗んのもしんどいからああねネットで何か取ろうかとは多分ならないですよねいやいやも150円で108円やったらそれはもう絶対108円いやそのコンビニで180円のもんなんてそれはもう安いスーパー行って100円でキャベツ1つ98円で凍ってきてそれをなんとかちょっとずつ食べていくわっていう人とのこの差というのが、まあ、別にローソンがそれを狙ってるわけじゃないでしょうけど。 大きく差が出るそんな気がしますねうん。丸亀製麺の DX 化のお話と10分ローソンのお話でございました今日も長い間ご視聴ありがとうございました10時39分あとは今朝の一言そして今朝の一枚今日も面白い写真を送ってきてくださっておりますのでぜひ最後までお付き合いくださいませ 今朝の一言、皿うどんをお召し上がりいただきありがとうございます、リンガーハット、リンガーハット、長崎ちゃんぽん、リンガーハット、深夜4時まで営業中と、僕が学生時代は渋谷にリンガーハットがございました。はい とんがり屋根のリンガーハット、長崎ちゃんぽん、そしてサラうどん。その後各地にね出店をしております。新型コロナウイルス陽性で実習隔離中のダウンタウン松本人志さんリンガーハットのデリバリーを絶賛するツイートを投稿いたしました。はい。そうか、デリバリーでもリンガーハットのサラうどんは裏切らんのだな。 投稿をいたしましたすごいですね、えー、これ広告費に換算したらどのぐらいなんでしょうか、えー、まっちゃんのツイッターフォロワーは何百万人ですかね、えー、そんな皆さんにでみんなまっちゃん元気かなね、早よ帰ってきてやって心配しているそんなつぶやいきがそうか デリバリーでもリンガーハットの皿うどんは裏切らんのだなと投稿しました。へえ、あテイクアウトできるのかええ、いや、長崎でもいろんなちゃんぽんありますが、やっぱりリンガーハットです、癖がないですからね、ええ、学生の時リンガーハットでバイトしてたから、まっちゃんに褒められてめっちゃ嬉しい、普通に嬉しい。うん、リンガーハット公式ツイッターもリプライを送りました。松本さん サラうどんをお召し上がりいただきありがとうございますリンガーハットはすべて国産野菜を使用しており栄養価もバッチリですお大事にしてくださいと返信したのだそうでございます体調のことが気になり控えようとも思いましたがどうしても感謝の気持ちを伝えさせていただきたくツイッター上でもコメントさせていただきましたということでございますフォロワー数8分 8 7 2万人にただでリンガーハットの <laughs> こ、これはもう、ね、まあ、まあ出て前から相方やってはりますけど <laughs>、ここは単発でも、ね、広告費をお支払いするんですかね、どうなんでしょうか、まあ、そういう宣伝集がないところがまた、人の心を打つのかもしれないですしね、面白いですね。はい さ、はあ今日も言いたいことは、はあ、ほぼ言いましたはいありがとうございましたでは最後は今朝の一枚でございます長い時間ご視聴いただきましてありがとうございました今朝の一枚でこちらですはいなんのこっちゃない、えー、みゆさんありがとうございます伊藤園の多い お茶の、はい。自動販売機なんですけど。え、なんですか、これ。ええ。鎌倉の鶴岡八幡宮へ行ってきたんですって。で、え。え。はーい。ずーっと見てください。はい。全部。多いお茶でした。 なので、多いお茶ですと書いてきてくださいました。<laughs> ありがとうありがとうございます、えー。こんなダジャレ大好きでございます。ミュさんありがとうございました。 あなたもペットの写真でも結構です、お弁当の写真でも結構です、何かほっこりするお写真ございましたら、ぜひこちらにお寄せくださいませ。インフォアットマークてんこもり .com、てんこもりは 10komori でお待ちしております。今朝の一枚でした。今日もご視聴誠にありがとうございました。ぜひ皆さん、高評価を忘れず、ポチっとお願いいたします。これがありますとね えー、みんなにあこんな面白いのあるよって言って YouTube が紹介をしてくれますのでぜひ高評価お願いいたしますチャンネル登録がまだの方もぜひお願いいたしますでは最後はいつものようにまた明日インジャンでございますでは画面に向かって手を振りましょうまた明日インジャンパー今日もご視聴ありがとうございました